皆様おはようございます。第41回の原産年次大会の席に、お招きをいただきまして、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。この大会は国内外から大変多くの方々にご参加を得て、そして盛大に毎年開催されるということでございまして、心からお喜びを申し上げたいと存じます。申し上げるまでもないんでございますけれども、安全の確保を大前提とした原子力の推進、これは立地地域の皆様、そしてまた国民一人一人の理解なくしては、これは実現不可能でございます。加えて原子力関係者の長年のご努力にも大変大きなものがございます。関係者の皆様のこれまでの地道なご努力に対しまして、改めて敬意を表したいと存じます。近年エネルギー安全保障の確立と地球温暖化対策の観点から、世界的な原子力回帰の動きがございます。原子力ルネサンスと呼ばれるようなこうした動きは、我が国が一貫して原子力の開発利用を進めてきた、そのことが決して間違いではなかったということの証左ではなかろうかと、こう存じておる次第でございます。昨今石油をはじめとします天然資源の有限性が叫ばれ、そして価格も高騰いたしております。資源エネルギーのほとんどを海外に依存している我が国として、省エネルギーに取り組み、そしてまた新エネルギーの開発普及も推進しておりますけれども、基幹電源であります原子力発電も着実に推進していくということが極めて重要であると存じております。また将来的にも原子力発電の持続的な利用を可能とするためには、モンジュなどの高速増殖炉の開発も今後一層重要になると思っております。発電過程で二酸化炭素を排出しない原子力発電は地球温暖化対策の切り札でございます。地球温暖化問題は世界が共通して直面している大きな課題であり、我が国の優れた原子力技術を生かして、アジアや世界における安全で平和的な原子力の拡大に貢献することも我が国の重要な役割であると考えております。特に我が国は地震国でございます。特に安全については最大限の配慮をしていると、そういう事情もございます。この安全面に対する配慮というのは、これから他の国々にこの原子力を発展させていくということになりますと、まず第一に必要なことではないかと存じておるわけであります。7月には G8 北海道洞爺湖サミットが開催されます。洞爺湖サミットの最大のテーマの一つは気候変動問題であります。私は議長を務めることになりますけれども、温暖化対策における原子力の重要性にも配慮しながら、各国との議論にリーダーシップを発揮してまいりたいと存じております。エネルギーの安定供給確保のためにも、地球環境問題の解決のためにも、優れた技術力を活用してエネルギーを確保していくというこの発想が必要でございます。大変厳しい安全性や耐久性が求められる原子力発電は、まさに最先端の科学技術の塊でございます。原子力に関する技術開発の推進は、幅広い関連技術の進歩を促すことにもつながります。こういう考え方の下で、産官学の関係者が連携し、原子力分野の技術力を強化し、安全を確保しながら、国民の理解と協力のもとに原子力の利用を進めていくということが大変重要でございます。私といたしましても、皆さんの取り組みをしっかりとサポートし、今後とも原子力の安全かつ着実な推進に努めてまいりたいと存じております。最後になりますけれども、本日ご列席の皆様方のご健勝、原子力産業全体のますますの発展を記念して、私の簡単でございますご挨拶とさせていただきたいと存じます。大変ありがとうございました。